はい、どうもどうも、小島です。今日はこちら、映画すみっこ暮らし青い月夜の魔法の子、ゲームで遊ぼう映画の世界遊んでいきましょう。今もう3週目来てますね。はいそうそうそう、パズルもねちょこちょこ集まっております。こちらのゲーム、それぞれの映画のシーンのねミニゲームがなかなかねいい感じで作り込んでありますね。では前回がね目が回るくるくるティーカップからやったので、こっからだから、次のリズムに合わせてナイトパーティー、音符マークついてますね気づかんかった。こちらをね遊んでいこうと思います。でこれ4つぐらいやろうかな、やってパズルやっていこうかと思いますので、よろしくお願いします。よし、隅っこ変えていきましょう。ランダムにします。いきます。はい、お、トカゲになりましたね。あともお任せで。今日私はトカゲでプレイします。ペンちゃんお休みです。あれ？前回ペンギン休みじゃなかったっけ？違ったっけ？まあ、お休みしたい年頃かもしれない。あ！これ激ムズ遊べない。難易度高い方がね、パズルのピースがね、いっぱいゲットしやすくなるんだけど。難しかったっけ？これ。音ゲーだからちょっと苦手だったかな。それでは、そこそこでやっていきましょう。目指せ300点。ゴー。でどん。あ、これか。はい。って言った、おお、かわいい。てんてってパンっていうところでボタンを押す必要があるんだけど、これがね、タイミングは全然わかんない。いきます。どんぐりかわいくない？で、はい。で、で、はい。で、で、はい。あ、今ちょっとずれた。で、はい。てってへい、てってはい、てっててくっすなあフェイントやめて、てっててはい、てってはいはい、てってこの早いのやめてよ、間に合わない、ボタンが指が間に合わない。はいはいはい、ほい。はい。ほい。あとちょっと。はい。うん、うわ、最後の両方成功しとったら300点いったでしょ。うわー、やっぱ難しいね、これ。あーん。あーんとか言っちゃった。かわいいね。いやー、これむずいね。では次見ていきますか。ゴールを守って空中ホッケー、こちらで遊んでいきます。これは簡単じゃなかったっけな。じゃあ難易度変えます。これは激ムズで遊べますね。はい、では魔法の子たちがねシュート入れてくるので、シュートさせないようにね止めていきましょう。おえおえ、はい、ナイスって言ってもね取られなかったボーナスが入るそうです。今まで0点で抑えたことない気がする。よし、とりあえず前の方で私は取りに行きます。お、角度的にそっちだ、頼んだぞみんなで協力してね、0点抑えようぜ。よし、 OKOK、 ナイス猫ちゃん。お、ちょっと怖い。あれ早いから気をつけて。ナイス、こっち左側ちょっと空いとるよ。よし、ちょっとそこ団子になってますね。あ、そっち白熊猫、 OK、 猫ちゃん頑張っとる。あ、早い作る、ナイス、オッケーオッケー。早いのはちょっと怖い。危ね。はい。ちょっと後ろの方がいいかもしれんね。0点で抑えるな。ちょっと待って。間が多い。何やってんだ。あ、早いの来るよ。よし、取れた。危ねえ。怖え。あー、何ショット真ん中。ダメだ。終わった。0点で抑えたかったのに。そのため私は点数取らなくていいやって思ってからやってたんだけど。うわー、負けちゃー。いやー、あ、私1位なんだ。かわいいね。これトカゲの頭にリボンがついてるように見えるからね、さらにかわいいんですよね。ピチー、これ面白いね。次、覚えてこっちへも。これどうなんだろう、激ムズってどうなるんだろうね。じゃあやっていきます。はい、今から5がね注文するので、それを覚えてその通りに品物を選んでいくってゲームなんだけど、こんな感じだろう。覚える時間が短いとかかな。
そうだ。ん？ホットケーキ。サンドイッチ。そうだ、ホットケーキ、サンドイッチ。そうだ、オッケー。そうだ、ホットケーキ、サンドイッチ、そうだ。そうだ、ホットケーキ、サンドイッチ、そうだ。よし。なんか、覚える時間が短かったりするね、やっぱり。はい。お、結構みんな待ってるんじゃないの、これ。はい。はい。はい。あ、これ、順番はね、間違っててもいいので。おぉ、わからんくなったら周りの人見てもいいかもしれん。ホットケーキ、サンドイッチ、ホットケーキ、オムライス。猫ちゃんのやつ可愛くない？ホットケーキ、サンドイッチ、ホットケーキ、オムライス。はい、完璧。どう？なんかめちゃくちゃなってますね、周りの人。とんかつどうした？飲み物しかないじゃん。飲み物しかないよ、とんかつさん。どうしたんだろう、喉乾いたんかな。ラスト、はい、オムライス、コーヒー、ホットケーキ、オムライス、コーヒー、ホットケーキ、オムライス、コーヒー、ホットケーキ、サンドイッチ。はい、オムライス、コーヒー、あれ、サンドイッチ、ホットケーキだったっけ、あら。だったと思う。最後自信ないかも。あ、合ってる合ってる。よしよしよし。あ、猫、あ、違う、白クマも正解してるじゃん。あー、美味しそう。パチパチしてる。とんかつが、とんかつの目が死んでおりますけども。お支払いはとんかつで。はーい、ドドン。全問正解して300点だから、これはね、あんまりね、パズル獲得には向かないね。と、あと一個やってパズルしよっかな。はい、タピオカプニプニ。一番好きなミニゲームですね。タピオカをプニプニするゲームです。プニプニしていきましょう。はい、どうしたのファイブ、お腹壊したの、さっき食べすぎた、そういう時はね、タピオカプニプニして運動しようぜ。プニプニが可愛いんですよね。ではね、はい、早押しゲームみたいな感じなので。はい、A ボタン、Y ボタン、X。っていう感じでね、ボタンをね、いっぱい押していきましょう。まあね、最後にこれ連打タイムがあるからいいんだよね。連打がね、私すごい得意なのでね。あと、プニプニされてるタピオカ超可愛いんですけども。可愛すぎるでしょうが。はい。あ、で、失敗するとね、なんか止まります。動きが。お、来た、ボーナスタイム。後ろ連打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 。でもあんまりね、早くするとね、なんかタピオカがね、変な感じになる。プニプニでできない。え ?306 点。あんまり点数高くないな。あれもっと点数取れるかと思ったけどね。はーい。6枚ゲット。さらに秘密のピースもゲット。では、パズル見ていきましょう。確か前回がね、このパズルやったんだっけな。なので今日はこのパズルをやろうと思います。リニューアルオープンのやつね。これ簡単そうですね。キャラクターいっぱいいるし。ただ、今日は集まったかな？ああ、いいね。これキャンプファイヤーの図。お雑草ちゃん口開いとる。いつも開いとくか。なんかいつもの顔とちょっと違う気がする。あ、ここか、秘密のピースは。秘密のピースはまた別、おー。これは見ない方がよかった。ああ、ああ。いやー、秘密のピースはね、特別なシーンになるっぽいな。なるほどね。いいシーンですね。これはちょっと、まあまあまあ、後にしましょう。それでは、このね、パズルやっていこうと思います。だいたい場所を覚えましょう。雑草ちゃんとペンギンの色が被ってるからな。そこがちょっと心配だね。あと、地面の色と、とんかつ、エビフライの尻尾組が若干似てるからな。難しいかもしれんな。どうだろう。目指せ5分台。はい、パズルやっていきましょう。まずはね、やっぱね、隅っこから攻めていくっていうのね、セロリ通りやっていきますか。隅っこ。探すの大変だな。あ、これは、下じゃない？ここじゃない？ほら。わかるところはね、どんどん入れてもいいかもしれない。あ、ここじゃねえんだ。じゃあ、ここ。で、これがここでしょ？あ、緑楽だわ。これ雑草ちゃんのところ？ってことは上っぽいな。ここじゃない？違う。ちょっと待って、これは置いとこう。
調子乗ったらいかん。これちょっと待って、隅っこあった。これはとんかつ組こうかな。はい、エビフライの尻尾ちゃんがね頭の上乗ってるやつですね。あ、これはとんかつだ。あれ、右上がちょっと見つけてないね。まあまあ見つけながら行ってもいいけど、これとんかつでしょ。とんかつはこの辺、いや色が違うってことはここか。はい、エビフライの尻尾ちゃんの尻尾の部分ね、これここ。はい、あ、やっぱ色ついてる簡単ですね。これがちょっと雑草ちゃんの頭だったらここかな。あ、あった、ここだこれか、右上のあれは。で、あ、これは違うな、隅から攻めていこう。これとんかつ見ようか。はい、で、これもできそうだな。これは上っぽくない、ここ。はい、え、調子良くない、やっぱね。え、こっちか。はい、キャラクターいっぱいおると楽ですね。あれ、これどこ、こっち、ん、あ、猫ちゃんかな、これ猫ちゃんか、ここか、猫ちゃんだ。あー、色が似てるね。ちょ、あ、これ雑草ちゃんペアじゃないってことはここ。はい、で、猫ちゃんもちょっと難しいかもしれないな、色合い的に。この辺はとんかつの頭のもさもさ部分があるので、ここか、頭じゃなかったわ、横だったわ。で、これはここでしょと。あ、この色薄いのでもしかして猫ちゃんか。あ、でも違うね。え、あと入れるのここか。あ、猫ちゃん発見。はい、下埋まったと。これは、ここかな。はい、さらにこれはここでしょ。で、あ、お化け一番上だったっけ、真ん中あたりじゃなかったっけ、ちょっと覚えてなかったっすね。これはとんかつ、じゃあ尻尾ちゃんか。はい、で、これもエビフライの尻尾組だと思います。はい、いいね、頭の上いつも乗ってるような気がするこの二人はいつでもペアでございますからね。あ、ここか。はい、向きもあるからね。で、これは多分真ん中あたりだったはず。この辺、お化けが持ってるかこの辺か。で、これもそれ系じゃないかな、向きが違う。でもとんかつ映ってるね、こっちか。あ、チラシ結構でかいね。で、あ、文字あるのは楽ですね。文字的にここか文字で合わせられるのはすごい楽。え、ここか。で、これもチラシなので、ん？こうか。あ、エビフライ売ってある。エビフライ売ってあるやん。もしかしたら仲間増えるかもしれないじゃん、しっぽちゃん。はい。と、これはお化けかな？はい。これ早いんじゃない？ 5 分以内いけそうじゃない？え？ここか。これ簡単だったなぁ。お、くちばしがある。くちばしついとったんだ。へぇ。え？え？ん？緑成分あるよね。あ、上か。はい。やばい。やばい。これは、5分過ぎそうになっておりますけど、大丈夫か？これはここでしょ？ギリギリか？はい。ギリギリか？あ、いけるいける。5分内いける。はい、行きます。せーの、てん。やったー。4分33秒。これかなり早いんじゃない？というわけで、こんな感じのね、図でした。なんか、ペンギンの横顔いいね。くちばしがちょっと出とる感じが。いいね。お化けのお手手もかわいい。といったところで今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。また次回続きから遊んでいこうと思います。パズルもね、結構揃い始めてきましたね。いい感じです。それでは、次の動画でお会いしましょう。ならねー。